スマトラですね。スマトラアチェの、禁止瓶交換ですね、2本目です。割とですねこんな感じで、空洞になってるの分かりますかね。はい、いい感じですね。まあちょっと中にはこんな感じであまり食感がないのもあるんですが、まあ比較的みんなしっかり、ね、食ってるのかなっていう感じですね。はい、これがちょっとなんか怪しいんだな。これ洋室っぽいようなね、のがあります。まあちょっと開いてみようかなと、ね、掘ってみようかなっていう感じですね。入れるのは次はですね、この間スマトラは全部掲載さんの方に、何本か入れたんですけども、次は、一緒ですね、月夜さんの禁止に入れたいと思います。はい、はい、じゃあやっていきます。はい、じゃあ早速ですね、交換していきたいというふうに思います。これはなんかメスっぽいかな。ちょっと月野さんの禁止はちょっと細かいんでですね、またええー、本当にサナギになってました。マジびっくり。おー、そうね、まあ、このまま露天掘りで、行っちゃいましょうね。まさかのサナギですね。ちょっと私も全く予期してませんでした。ちょっと一回、まだなんかねそんな立ってないんですよね。こう見た感じ、まあ、いいメスですね完全にね。はい、はい、早期、勝手に早期ですねこれは。いいかな。はい、まあこんな感じです。はい、あらあらららって感じですね。はい、はい、じゃあどんどんいきます。もっとまたやっぱちょっと怪しいから、怪しいのがやってった方がいいかな。これも怪しいんですよこれね、わかりますか、こうなんか洋室っぽいのあるんですよ。もしかしたらね、サナギになってるかもしれないなっていう。これまだ1個目なんですけどね、まあけどしょうがないですよね。まあこのままほっといて、いくのもいいとは思うんですけども、やっぱり私ちょっと動画を上げてるんで、ね、視聴者さんが、この先も見たいかなっていうのもありますから、あえてですね、掘ってみたいというふうに思います。はい、ただ単にね、空洞になってるんであればいいんですけど、あんま食べた形跡ないんですよね。周りもちょっときれいに掘って。ああ、洋室作って、洋室っぽいですね。完全に。ああ、洋室作ってますね。これはね、洋室ですよ、完全にね。
ただあのもう動かなそうな感じです。はい、足とですね、足も動きませんね。顎も多分もうこれ動かないと思うんで、これはもうこのままこの洋室にですね戻したいと思います。やはりメスですね。はい、まあこんな感じで、あのこれ手足じゃねえな、足と顎が動くとですね、いくら洋室作っててもやっぱり露天掘りされると、そのまま潜っていくんですよね。そうするとせっかく作った洋室も無駄になってしまったりするんで、まあ、そういう場合はもうまたもう一回今度マットなりですね、新しく詰め直した分に入れないと良くないですよね。まさかここまで行って潜るからといってこれしかない、ところで入れるわけにもいかないんで、まあ、私今回のやつはもう完全に足も動かない状態なんで、もう潜ることもできないんで、このまま、露天のままですね、溶化するのを待とうという感じですね。はい、はい、次いきます。なんか温度高かったのかな、けどずっと23度だったんですよね。23度、まあ、そんなに高くないはずなんだけど、10月ですから1頭目ですね、入れたのはですね、まあ、仕方ないですね。マジ、これもう本当私のあれですね、完全な、飼育ミスですよね。すべて、全容ないし、溶化してるというですね。これも想起してますね。これもう笑いがじゃっていうか、うわ、ヘナチョコブリーダーですいませんって感じですね。本当に、あららあらららら。しかもサイズもそんなに大きくないですよね。これもすごいな、ヘッポコブリーダー、丸見えですね。これもう掘るのやめました。これ見た瞬間にここはもう完全にさなぎが見えました。はい、これはもうこのまま閉じておきます。さらに、4匹もいますね。じゃあどんどん次の、ね、洋室作ってないことと、溶化してないことを祈りつつ、掘っていきます。この間の前交換したやつは全てオスで、全部色も白くてですね、まだ全然伸びそうな気配がいっぱいあったんですけどね、今回のメス同じ条件で、入れてた割にはやっぱメスの方は早いですね。まさかこれでも洋室作ってるとか言ったらやっちゃいますよね。これ大丈夫だ。お、でかいの出てきました。これはいいですよ。ほら、ね、お尻が見えます。やっと計量できるって感じですね。本当に。まあまあ全然白くていい感じですね。はい、いきます。あれ本当に30しかないよ。33？ 本当に？そんなもん。もう33しかない。あら、ちょっとね、33ですね。
この間交換したのが44とかいたんで、ちょっとショックですね。あ、41か。42だから41。33。はい。まあ、ちょっとあれって感じですね。まあ、仕方ないですね。その現実ですけど。で、これはもう入れていきます。33.2 ですね。はい。いい感じのイグイなんですけどね、そんなに伸びてなかったですね。 33.2 と、ここにですね。はい、次行きます。これはすごいなんか期待してるんですよ。これ見てください、この空洞。スーパーイグイですよね、これ。かなり、期待が高まる瓶です。ただあのスマートフォンに結構用意したんですけど、アンターウェスの方は、もうちょっとしてからと思ったんですけど、このまま一応アンタの分も少し使えるかなと思ったんですけど、ほとんど使えますね。交換するあれは、あんま大きくないな。そんなでもねえのかな。よいしょ。さてどうでしょう、ね、あ、なんか前回のより大きくないな。何が違うんだ。 36.7 ですね。まあちっちゃくはないですけど、そんな大きいってことでもないですよね。36.7 と。よし。色はまだ全然白いんで、まだまだいけそうですけどね。まあけど、なんせメスが思いっきり外れするという展開になってますね。はい。はい、じゃあ続いて、アンタウエストの交換をします。はい。これは、あ、これはダイムだ。アンタウエースはちょっといろんな禁止瓶に入れてます。ダイムだったり月夜野だったり、S3 に入れたりとかですね、いろいろ入れてます。はい、なかなかね、アンタウエースは結構爆散するんで、割とたくさん子供を産むんでですね、実は結構、飼育量が増えちゃうんですよね。30匹ぐらい産んでくれてって感じです。これ 12.7 です。メスですね、完全にね。よいしょ。見せてもしょうがない。一応、12.7 ですね。よいしょ。次々いきます。なんか怪しいな。まずね、洋室作ってるな、お前。ああ、もう洋室作ってるな。あ、まだ噛むね。あ、どうしよう。まだ噛むね。俺はちょっと微妙だね。どうだろう。これしばしばなんですよね。ちょっと様子見ます。これでちょっと動くようだったら、瓶交換して、このまま強化するようだったらこのまままあ、怪しい
ていうのは怪しいんですけどね。横っちょにあった。おう、これ割とでかいですね。なんかスマトラと間違えそうな、ね、お、すげえ。スマトラじゃねえよな、アンテだよねアンテ、すごいな、これ 37g ありますね。37.1 あります。はい、37.1 だったらどのぐらいですかね。80いくのかな、80ぐらいですか。もうちょっといかないのかな、わかんないですけど、ちょっとそんなもんなのかなっていう感じですね。80ちょっと満たないぐらいかなって感じですかね。よいしょよいしょ、ね、投入です。よいしょ、ね、見えますかね。はい、はい、はい、よっと、どんどんいきます。ただ、まだ手足動くんで、交換しちゃいましょう。ね、お、キノコが入ってる。ね、ね、という感じです。ね、よいしょ。はい、こんな感じですね。入りました。はい、じゃあ次、どんどんいきまーす。これ3本目なのかな、7月と11月ですね。入れ替えて、2本目は 19g しか乗ってなかったかな。やっぱりこれも月尾野さんの禁止です。割と大きくなってますね。ちょっとなんか中途半端な大きさだな。26.6 ですね。椅子じゃないな。メスだ。本当に卵巣ありますね。ここに分かりますか、これ卵巣ですよね。鎮線もない。ピュッていくからたまにね、鎮線もない。メスですね。 27.4 いくつ、26.9 がある。うわ、でかい、すごいな。 26.9 のメスですね、これ。まあ、アンテなんでありえるっちゃありえるんですかね。チビがおりました明らかにチビですね。1400に入れたのがもったいなかったな。
12.1 ですね。はい、じゃあちょっとどんどん行ってみます。よいしょ、これ最後ですかね。アンテの交換は、とりあえずまだちょっと交換しなきゃいけないのも、まあ、後で、来月以降、多分出てくると思うんですけど、まあとりあえずはこれで一旦区切りが終えるかなという感じですね。これもメスっぽいな。アンテ、あの半分はマットに今入れてるんで、まあそっちの方はもうちょっとサイズね、期待あんまりできないのかなっていう、感じではあります、はい。この間交換したときはですね、全然洋室っぽいのも全くなくて、良かったんですけどね、今回はちょっと結構洋室っぽいのが結構多いですね、はい。これも、洋室っぽいな。微妙だな、これ。乱暴に扱っちゃうよね。これまだ潜っちゃいそうですね。いけるか。洋室作ってるけど元気なんで、ダメなんでもったいないですけど、浮かびんですね、完全にね。よいしょ、はい、入りました。 14.5 で、いくつだったの、15.2。 はい、まあちょっと大きくなってましたね。14.5 から15.2 なんで、4月中よし、はい、これでおしまいです。ちょっとスマトロの方もですね、ちょっと思ったよりも、行ってなかったかなと、はい。まあ安定で 37.1、スマトラで 36.7 というのが、今日の最高でしょうかね。はい、どこ、よいしょ、という感じです。それで、交換はおしまいです。じゃあ皆さん、さようなら。変な終わり方ですいません。